皆さんこんにちは。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。今日は大阪市福島区福島6丁目です。JR 福島駅に来ております。今日はですね、この、福島6丁目からですね、新今宮駅周辺までですね、予定されておる、なにわ筋線ですね、の工事の状況を取材します。どうぞご覧ください。JR の東西線新福島駅に到着しました。上昇橋の交差点に来ております。なにわ筋と、これは国道2号線かな。あ、そうですね。国道2号線との交差点になります。上昇橋の交差点の、南西の角っこでですね、地下埋設物の土脚工事が行われてたようなんですけど、もうすでに完了しておるようですね。上昇橋の交差点の西南の角っこでですね、支障物撤去工事を行っています。令和4年11月1日までということで、堂島川に架かる玉江橋に来ております。こちら右側がなにわ筋あります。玉江橋の南爪ですね、この辺りからですね、この中之島通りを越えた辺りからですね、なにわ筋線の中之島駅の工事現場になっております。なにわ筋線中之島駅部工事のお知らせ、新しい駅を作っております。令和10年9月29日までなにわ筋線中之島駅部土木工事、車線が一部規制されておりましてですね、左側に工事が行われております。これは何かな、ボーリング穴を開ける機械、向こうに詰め所がありますね。あれは何やろうな。これは何、すごいな。何の機械なの。北側ですね、梅田方面を撮影しております。大型クレーンと、あとは何の機械かさっぱりわからないですね。大型機械が共同で何か作業を行っておりますね。鋭意ね、工事が行われております。なにわ筋の中之島の地域に入っております。この辺りにですね、なにわ筋線の中之島駅が地下に新設されます。もう中之島の駅建設予定地ではですね、もう予備工事が始まっておりますね。工事の必要な
敷地を車線制限して確保して、一部ですね、ショベルカーが導入されですね、アスファルトを削る工事が行われております。土佐堀川に架かる上安橋北詰めに来ております。まあ、この辺りでですね、中之島駅の、まあ、工事の区間は終わりになります。堂島川と土佐堀川の川の下を越えてですね、中之島に駅が作られることで、かなり中之島駅ですね、3、40メーター地下の下にですね、駅が作られることになっております。土佐堀川ですね、まあ、この辺っていうのは大阪、まあ、水と大阪、小と大阪を象徴する場面で、私はね、まあ、かなり気に入っております。うつぼ公園ですねに到着しました。なにわ筋とですね、この交差大きい道が中央大通りになりますね。上が阪神高速の湾岸線ですね。まあ、この辺りからこう工事、西本町駅の工事区間に差し掛かるということで、車線規制のガードレールなんかがこう設置されていますね。新しい駅を作っております。2022年8月11日から2022年8月30日まで、これはなんか予備的な工事が行われるということなんでしょうね。1ヶ月弱で新しい駅はできないので、それでですね、こちらが中央大通りという府道になるんですね。で、この東西が、じゃあ南北がこれが浪速実線ですね。で、中央通りの交差点、まあ、これが阿波座1丁目の交差点になるんですけど、ここですね、側道法が、まあ、車線規制されてますね。通行できないようになってますね。こんな感じですね。いよいよ西本町の駅のですね、まあ、本格的な工事が始まっていくんでしょうね。こっちが本州の石田線も規制されてますね。で、本線が、まあ、片道2車線ですね。向こう北行きも2車線ですね。ちょっと狭くなってますね。ちょっと渋滞気味ですかね。いよいよ西本町の駅も今から本格的に工事が始まるようですね。中央通りから浪速筋線を南の方にね、走っております。まだこの辺りがですね、浪速筋線の新しい駅、西本町駅ですねが建設される場所になります。ただこの辺りまだ工事はですね、始まっておらないようですね。今週の予定、信号撤去工事、信号ダンプトラック、吸い上げ機、バキューム車、高打機、クレーン、掘削機、工事完了までの流れ、準備工事が行われます。仮土止め壁工事、杭打つんやね、はいはい、壁を作るわけですね。なるほど。うわ、はい、壁を打ち込むわけやね、はい、なるほど。
路面履行工事。蓋をするんやね。なるほど。四方向、まあまあ掘っていくんですよね。うん、で、まあ、支える、まあ、柱を組み込んでいくんでしょうね。で、躯体を構築していくと。あ、まあ、地下で、まあ、建物建てていくって感じですね。躯体構築工事が行われると。躯体ができましたと。で、まあ、上を、埋め戻して中の、まあ、ホームとか、まあ、設備環境を仕上げていくと。あ、すごいですね。復旧工。じゃあ北側ですね、梅田方面を見ております。こちら南側ですね、まあ、難波方面を見ております。西本町の建設予定地でも、まあ、今からですね、本格的な工事が行われるようですね。まあ、工事、準備工事が最初行われるようです。板地堀、大阪市西区ですね、板地堀1丁目西の交差点に来ております。この辺りもですね、西本町の駅の工事区間にあたりますね。車線規制が行われて、もう工事が本格的に今から行われるようです。大阪市西区にありますモンベルの本社及び本社店舗になります。長堀通りを越えてですね、 西大橋の交差点を越えてですね、さらに、なにわ筋を南の方に進んでおります。千日前通りですね、の手前、まあ、堀江の付近からですね、南庭筋をずっと南の方に下ってきてたのが、まあ、左東の方に折れてですね、難波方面を目指すことになります。南庭筋線ですね、南庭筋、道路の南庭筋にの下をずっと南の方に来てたのがですね、まあ、堀江付近から東の方にですね、ちょっと折れて、それでですね、こちらの方から、まあ、難波方面、こちらの方ですね、向かっていきます。で、ここで、ここら辺でですね、JR 線と南海線が、まあ、分離してですね、JR 線の方はこの下を、くぐって、JR 難波駅、この道頓堀川の向こうにあるんですけど、JR 難波駅に接続になります。で、南海線の方は、ここもまた同じように道頓堀川を越えてですね、で、南海の難波駅方面に進んでいきます。港町リバープレイスですね。都市高速鉄道なにわ筋線鉄道工事に伴い 26D 出入り口は一時閉鎖いたしましたということですね。こちらが、これが四ツ橋筋ですね、北行きの一方通行です。こちらが26の D の出入り口になります。かなりね、広いスペースになりますね。で、こっちもありますね。なにわ筋線地下鉄道工事の準備工事を行っています。令和5年3月31日までということですね。26D 出入り口閉鎖中。道頓堀川の手前で JR 線と南海線が分離して、南海線の方はですね、道頓堀川の下を越えてですね、こちら港町の交差点からですね、こちらですね、難波駅に向かう、これ斜めの道になるんですけど、この辺りのですね、地下に新難波駅が建設される予定ですね。今の南海線の難波駅ですね、そこには駅の構造上もちょっと接続が不可能なんで、新たにですね、近くに
まあ、難波駅、新難波駅ですね、建設して、今の難波駅と、まあ、つなげるみたいな、そのような計画のようですね。難波西口の交差点に到着しました。こちらの方にですね、難波、南海線ですね、この交差点の下をこちらですね、この通り、パークス通りですね、このパークス通りの下を、まあ、進んでいって新今宮駅方面に向かっていくような進路になります。難波中の交差点に到着しました。パークス通りを南下してですね、でこの難波中の交差点をさらに越えてですね、そして新今宮方面に進んでいきます。新今宮駅方面ですね、南海線、まあ、地下から高架に出て、で新今宮駅に合流するような、そんな計画になっております。そしたらですね、福島7丁目からですね、まあ、何は筋点をですね、取材、まあ、中之島駅、西本町駅の建築現場を中心して取材しました。そしたらこれぐらいで終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。またお会いしましょう。